新たなプラスチック資源循環、ゼロカーボンシティ実現に向けての説明会を始めます。本日は、プラスチックを取り巻く状況、狛江市の取り組み、プラスチックの分別収集案、今後の進め方の4点についてご説明します。プラスチックは加工のしやすさ、耐久性、軽い、大量生産しやすいなど便利な素材であり、 これまで様々な場面で使用されてきました。プラスチックは私たちの暮らしを便利にしてくれた一方で自然環境に大きな影響を与えてきました。ゴミとして処理される際に発生する二酸化炭素、原料となる石油の枯渇、きちんとゴミとして処理されず捨てられたプラスチックが海に流れ込むことによる 海洋汚染などです。プラスチックがこのままのペースで捨てられ続ければ、2050年には海のプラスチックの量が魚の量を上回ると試算されています。また、これまでプラスチックは資源として国外へ輸出していましたが、諸外国の規制強化により輸出することができなくなったこともあり、 国内におけるプラスチック資源循環を促進する重要性が高まっています。これらのプラスチックに関連する幅広い課題に対応するため、国において、令和元年5月、リデュース等のプラスチックの発生抑制、リサイクルの推進、再生材の活用、海洋プラスチック対策などに対応する、 プラスチック資源循環戦略が策定されました。さらに、令和3年6月には、プラスチック使用製品の設計から、プラスチック使用製品廃棄物の処理まで、プラスチックのライフサイクルに関わる、あらゆる主体における、プラスチックの資源循環の取り組みを促進するための措置を盛り込んだ、 プラスチックにかかる資源循環促進等に関する法律が成立しました。プラスチックの資源循環に向けては、事業者、消費者、国、地方公共団体等、すべての関係主体が参画し、相互に連携しながら、環境整備を進めること、相乗効果を高めていくことが重要です。 それぞれの役割について簡単にご説明します。プラスチック製品を製造する事業者は、使用量の削減やプラスチック以外の代替素材の活用を行うこと、プラスチック製品を販売、提供する事業者は、特定のプラスチックを使用した製品の使用の合理化、プラスチック製造、販売を行う事業者による、 自主回収や再資源化を進めます。市区町村はプラスチック使用製品を分別して収集、再商品化を行うことが努力義務とされ、消費者は環境に配慮したプラスチック製品を選択すること、プラスチック製のスプーンやストロー、宿泊施設での歯ブラシや紙ソリなどをもらわないことで、 プラスチック製品の使用を減らすこと、販売店などの自主回収への参加、市区町村の行う分別収集への協力を行うことが大切です。狛江市の取り組みについてご説明します。この法律が制定される以前に、狛江市では世界中で深刻さを増す異常気象、 気候変動の影響を抑えるために、その要因とされる、二酸化炭素などの温室効果ガスを減らす。脱炭素社会の構築に向けて、令和3年4月に、狛江市ゼロカーボンシティ宣言を行いました。ゼロカーボンシティとは、2050年までに、二酸化炭素排出実質ゼロを目指す。町のことで、市民、 事業者の皆さんと共に、その実現に向けて取り組みを進めています。プラスチックの資源循環は、プラスチックゴミを減らし、ゴミの焼却に伴う二酸化炭素などの温室効果ガスの排出削減につながることから、気候変動への対策、ゼロカーボンシティの実現に大きく貢献するものとなります。小江市でも、 プラスチックの取り扱いについて検討を行うこととし、狛江市の一般廃棄物、いわゆるゴミの発生の抑制及び減量、再利用の促進、及び適正な処理に関する事項を審議するために設置しているゴミ半減推進審議会において審議を開始しました。審議会の任期は2年間、委員構成は 公募による市民委員、事業者、学識経験者、試職員となっており、現在の審議会委員内訳は、公募市民委員7人、事業者2人、学識経験者1人、試職員1人、計11人です。審議会における審議内容及び審議経過についてご説明します。 小前市においても、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の対応が必要になることを踏まえ、令和3年2月に市長より審議会に対して環境負荷並びに処理効率及び経費を考慮した今後のゴミ減量の取り組みについてを諮問しました。令和3年12月までの間、 6回審議を行いました。審議を重ねた結果、令和3年12月に審議会より市長へプラスチック類5ミリサイクルに関する取り組みの中間答申をいただきました。中間答申の内容をご説明します。基本方針については大きく3点です。1点目、容器包装プラスチックと 製品プラスチックとの一括での分別収集は、温室効果ガスの削減やゴミの減量、資源化の促進等、循環型社会の形成に有効な手段と考えられること、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律において、市町村に対して分別収集を努力目標とされていることから、 早期に取り組むべきであること。二点目は、収集にあたっては、収集運搬、異物取りのき分別作業、梱包圧縮に多額の経費を要すること、無料、または可燃ゴミ、不燃ゴミを下回る価格設定にすることで、不適物が混入することも考えられる。そのため、 資源物としての扱いではなく、新たにプラスチック類ごみとして区分を設定し、有料指定収集袋による実施が望ましいこと。三点目は、施策の導入に際しては、市民の理解と協力を得られるよう、分別しやすく、費用対効果を踏まえた制度とし、その背景や必要性、制度内容について、 十分な周知と丁寧な説明を行うように努めること。以上3点のご意見をいただきました。中間答申の内容を踏まえ、ゴミの減量と環境問題に対応するため、プラスチック類の分別収集について検討を行うこととし、分別収集の実施にあたっては、どのように収集するか、 また資源化を行う場合に新たに発生する処理経費の適正な市民負担と収集頻度について審議会において検討するよう令和4年1月に市長より重ねて審議会に諮問を行いました。令和4年2月から5月までの間に3回の審議と すでにプラスチックの分別収集と資源化を行う先進市の視察を1回行い、答申内容をまとめました。令和4年5月にプラスチック類ごみ分別収集方法と資源化にかかる適正な市民負担及び収集頻度についてを答申いただきました。答申内容は大きく4点のポイントがあります。 1>, 1点目は、プラスチック類ゴミとして、収集対象とするプラスチックの定義。2点目は、プラスチック類ゴミの収集頻度。3点目は、プラスチック類ゴミの資源化にかかる経費の市民負担。4点目は、指定収集袋の種類です。それぞれの詳しい内容についてご説明します。1点目は、プラスチック類ゴミとして、 収集対象とするプラスチックは、きれいで汚れていない容器包装プラスチックと長さが5 0トル未満のプラスチックのみで構成されるプラスチック製品の2種類とします。これらのプラスチックに限定する理由は、汚れたプラスチックは資源化率を低下させるため排除する必要があること、電池など、 プラスチック以外の部品があるものは発火の恐れがあり、中間処理施設での事故につながることが想定されるため、対象から除くことが望ましいとされました。2点目は収集頻度です。きれいなプラスチックのみを収集対象としており、衛生面での問題もないことから、収集は週1回とすることが妥当である。 とのご意見をいただきました。3点目は、収集したプラスチック類ゴミの資源化にかかる経費の市民負担は、現在の可燃ゴミ、不燃ゴミと同じく指定収集袋による有料での収集とし、袋の価格も可燃ゴミ、不燃ゴミ袋の価格を下回ることがないよう強く要望されました。これは、 プラスチックを分別収集し資源化するためには新たに毎年数億円の財政負担が発生すること、現在の可燃ゴミ、不燃ゴミよりもプラスチック類ゴミ袋の価格を低く設定することはプラスチック類ゴミの中に資源化できないものが混入することが懸念されるためです。4点目は指定収集袋の種類です。 可燃ゴミ、不燃ゴミは、それぞれ黄色の袋とピンクの袋に、色が分かれています。これを、可燃ゴミ、不燃ゴミ、プラスチック類の3種類とも、同じ袋を使用し、1種類とすることで、市民の皆様の利便性を向上するとともに、指定収集袋の製造や、流通コストの削減を図ることで、 市の財政負担を軽減することが強く要望されました。審議会からの2回の答申と二酸化炭素排出実質ゼロを目指すゼロカーボンシティの実現には脱プラスチックを着実に進めていく必要があることから小前市としてプラスチックの分別収集の実施案をまとめました。分別収集は 例は5年度中に開始とします。分別収集の対象とするプラスチックは、きれいで汚れのない容器包装プラスチックと長さ 50cm 未満の製品プラスチックのみで構成されるプラスチックとし、収集頻度は週1回とします。指定収集袋の種類は、家庭用の可燃ゴミ、不燃ゴミ、 プラスチック類、共通の袋を1種類、事業系の可燃ゴミ、不燃ゴミ、プラスチック類、共通の袋を1種類とします。同じ袋を使用しますが、入れるときは、それぞれのゴミの種類ごとに袋に入れて、指定の収集日に出してください。指定収集袋の価格は、家庭用は1枚あたり、 ミニ袋5リットル1枚10円、小袋10リットル1枚20円、中袋20リットル1枚40円、大袋40リットル1枚80円です。事業系は中袋30リットル1枚166円、大袋45リットル1枚250円とします。販売はこれまでと同様10枚1組とします。 今後のプラスチック分別収集までの流れをご説明します。この説明会を含め、6月から7月にかけて、市内5カ所で同様に説明会を行います。ここでいただいたご意見を踏まえ、令和4年9月の狛江市議会において、関連予算を要求し、議会での可決後、改めて説明会の実施、 啓発のためのパンフレット等を作成し、市民の皆様に周知を行います。新たに指定収集袋は、販売の準備が整い次第、広報等で周知します。令和5年度中に、分別収集を開始する予定です。狛江市では、以前より、ゴミを減らすために 4R を推進しています。ゴミを分別し、 資源としてリサイクルすることは大切ですが、それよりも先に3つの R の実践をお願いします。1つ目は、リフューズ、いらないものを断りましょう。マイボトルやマイ箸を使うことで、使い捨て製品を断りましょう。2つ目は、リデュース、ゴミになるものを減らしましょう。詰め替え製品を使って、ゴミを減らす。 ご飯を残さず食べるだけでもゴミを減らすことができます。三つ目はリユース。繰り返し使いましょう。サイズが合わない服や使わない食器も他に使いたい人がいるかもしれません。リサイクルショップやアプリで欲しい人に譲りましょう。リサイクルは最終手段です。ゴミを出さない工夫を お願いします。以上で説明を終わります。